はい、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 どうも。さあ、はい、豊さんが勝手に、はい、考えるキャンプの12チームの臨時コーチ、はい、この人がいいんじゃないか、はい、後編です。後編、はい、じゃあセリーグ、セリーグ昨年の B クラスのチームからいきましょう、はい、まず中日です。はい、中日、うん、工藤公康。工藤監督、これは教えることもできる、はい、ただまあ立浪っていう新監督を迎え、うん、まあ、ある程度立浪の頭の中にも自分のビジョンというのはあると思う、はい、で他のコーチも新しくなったコーチもたくさんいる、うん、工藤っていうのはやっぱ厳しさも持ってたし、うん、なんだかんだっつってもやっぱ日本一何回なってるよ、すごいですよね。それで中日は今変革の時期に来てるよね。いろんな選手を育てるとか、うん、いろんなチームをこう変えていくといういう意味では工藤という監督経験者が来て、うん、はい、いろんな話をすること、首脳陣が、うん、それだけでも俺ちょっと違うと思うんだよ。ここはじゃあ選手プラス首脳陣もっていうことになるんですと思うよ。コーチもする、まあそんな舐めたこと言うなって、俺はちゃんとやるよって言うかもわからないけど、はい、人の話を聞いてみるっていうのも俺は一つの手だと思うんだよね、はい、それとやっぱピッチャーを教えたりだとか、工藤監督はソフトバンクの時に何をしてたかというと、やっぱ怪我をしない体をずっと作らせてたの。だからここのところ金属疲労で怪我人が多く出てね、不本意だったと思うけども、そういうこともノウハウも彼は持ってる監督だったから、はい、だからそういうことも含めて俺は話を聞いてほしいなって思う。いわゆる上昇軍団であるためのノウハウを中日に注入するためにということなんですね。それとやっぱり2軍の監督も片方に変わったじゃん、はい、その連携をどういうふうに、あれ取ってないとさ、はい、日本一あれだけ続けられないから、バラバラだったら、はい、やっぱこう統一感があったんだと思う、うん、だからそれをどういうふうに取ったかとかさ、はい、だからそういうことも含めて、なんか工藤なんか俺は適任だと思うんだけど。いや、なんかいいですね。話しっくりきたの？きました。一番なんかベースを作れそうです。そうだろう、はい、はい、お、いいと思います。広島です。はい、これは高橋芳彦さん。お、この人は、はい、これは勢いあるもんまああのね、足も速かった、もう勢いいろんな速かったって聞きました、ね、いや、あの芳彦さんはもうとにかく超ポジティブだよ。で広島に足りないことっていうのは、うん、やっぱ昔の広島から比べると足が使えなくなったりだとか、うん、いろいろしてるよね、うん、でそうじゃなくてそういうノウハウをもうまたもう一回叩き込むという選手たちに、ああ、うん、だからすごく吉岡さんなんか行っただけで元気になると思う、みんなが。おお、なんか預けたい選手います？ちょっとそれは小園とかもそうだし、同じショートだったし、はい、菊池とかもそうだし、はい、足の速い選手とか、あ、もう全然いいよ、サボってる選手なんか預けたらサボってる選手をもうバンバンやらすから練習、練習とかね、うん、それとできなかったら責任を取る人だから。そう、男気がある方なんですね。いや、だからまあまあ臨時コーチで責任はなかなか取りにくいとは思うけどもね、はい、まあ、そのぐらい呼んであげたら、うん、俺はなんかこう精神を集中していくというか注入していくというか、はい、まあそういうことがいいと思うね。いいですね、ザ・広島のその魂とかソウルをね持ってる方なので、それを今の人にいやそうだよ、はい、注入でいいですね、うん、やっぱ一番やんちゃな人だったからねそう、いや広島はねやんちゃになってほしいのよ。あ、今なんか今やんちゃも坊主がいるんだけどさ、はい、なんかこうみんな世の中のなんか風潮が頭を押さえてるような感じなんだよ、はい、で吉草なんか頭を押さえられたら飛び抜けていってた人だからさ隙間から出てきそうだよね、ベリーロールで超えてった人だからそうですよね、そうそうそう、いやだからそのぐらいのやんちゃな球団でいいと思うんだよ俺は。なるほど、まあまあガラッと変えなくてもいいと思うけども、はい、やっぱそのぐらいのなんか勢いが出てくると、うん、また連覇した時のような、はい、なんか勢いが戻ってくるかなっていうような、うん、そんな感じがするよね。良さそうですね、はい、そして DeNA です。 DeNA、はい、DeNA これは知ってるしかいないだろう。いないです。この DeNA はまず何を必要とされてるの？まあ、いいこと言う人だよね。いいことを言う人って、ね、いやだからいろいろ経験をした人だよ、はい、あ、まあいろいろね、いろんな経験をした人で、どんなことをさらに教えたい、教えるといいなっていう方なんですか？やっぱりね、こう見ながらコーチとかと監督のこう接し方だとか、うん、まあ、ちょっと出過ぎてるよとか、はい、ね、いやそうじゃないだろうって、もうちょっと監督を立てるとか、うん、まあ、技術的にもそうだよ。なるほど、まあ、主にこの方はどんなことを教えたいと思ってると思いますかね？まあ、やっぱバッティングだろうな。バッティングと、はい、まあ、守備。バッティングと守備、何でもできた人だから
あ、オールマイティーな。俺か。高木とか言ってますね。なるほど。いやだけど、俺心配なのがさ、はい、やっぱ大輔可愛いし、大輔にはやっぱこう名監督にもなってほしいし、はい、本当に昔から知ってる生え抜きの監督だしね、はい、それがそのまた後輩がこう帰ってきてたじゃん、うん、は鈴木貴之にもバッティングコーチとして帰ってくる、はい、あいつ家の近所で会ったんだよ。プラ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 でかいなおいつと思ったら鈴木だったんだよ。お前何してんだっつって、おお豊川さんとか言って、はい、いや僕ここら辺なんですよとか言って、うん、なんか買い物か買い物なんか情けないビニールブラ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 生活丸出してないですか、ね、そういやとか心配だし、そうそうそう、買い物袋姿見てね、か心配だしね、だからそういう意味では、はい、なんかこうみんなにこう背中を押しに行ってあげたいよね。あ、背中を押しに、うん、お前たちもっとできるって、まあ、コーチ陣とか首脳陣ですね、でコーチ陣も含めて選手にももっとできる、はい、で、DNA は豊川さん常々その足とかそういうのも言ってましたから、ね、そうそう、だから藤田も帰ってきたでしょ、はい、楽天から、はい、お前はもうおとなしくしとけって、お前選手としてはいいからって、はい、で次を考えておけって何の押し押しなんですか。いや、違う、うん、練習しながらも、うん、やっぱ思考っていうのはそういう風になってきておかないと、はい、やっぱすぐはこう変われないの、徐々にね、そうしておかないと。あとバッティングも非常に教えられると、先ほどバッティング教えてやる誰見たいですか、豊さんだったら。あ、やっぱ森とか、あとはね、やっぱ太田大志の蹴りに行かないからな。なるほど、いやいや、ほんと、お前、蹴りでおいて。いやいや、違う、あいつはね、本当にね、もう当たってでも、この打席は絶対出てくれって言ったら、そのぐらいのことをするんだよ。うん、でもね、なんかこう、ふわーんとしてたら、ふわーんとなっちゃうんだ、あいつ。ネジが1本取れちゃうから。だからこうケツ蹴り上げに行ったらちょっと緊張感を、ね、持たせに行くと、そうそう、はい、いいやつなんで太田大志選手、まあ、じゃあ DNA は、あ、そうそう、俺しかない、豊さんしかないということで、そうそうそう、呼んでください、ぜひ豊さんも、はいはい、パリーグです。これ早く出さないといかんな、この動画そうですね、豊さんの、そうですね、はいはい、ね、はい、呼ばれるタイミング上、はいはい、オリックスです。オリックス、達川さん。え、達川さんは楽しい人だよ。野球には厳しいけど楽しい人だし、はい、話はうまいし、うん、であそこはやっぱキャッチャーだよ、うん、であれだけの投げ手がいて、はい、やっぱキャッチャーをコロ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 変えてる、うん、まあ確かに中島監督がキャッチャー出身だっていうことはあるにしても、はい、やっぱ達川さんの教えっていうのはまた違う。どんな感じになるんですか。いや、それはもういろんな角度から面白い話をしてくれると思うよ、はい、キャッチャーに対して。だあそこキャッチャーが受け手がしっかりしてくると、うん、もっとレベルがピッチャーのレベルが少し上がるというか、そういう期待感もあるんだよね、はい、だからあそこは打つというよりもやっぱ投手力のチームだから、はい、だからやっぱもう一つキャッチャーを強化する、より一層の強化のために達川さん、そうそうそう、面白いですね、達川さんオリックスっていうのも、はい、あの雰囲気に入っていくんですね。バカ、あの雰囲気が達川さんの雰囲気だからあの陽気な、うん、ぴったりですか。ただ乗り遅れたら寒いですよ、何やっとんじゃって言いそうだけどね。寒くなりそうですけども、そこをちょっと見てみたい気もしますね。そう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 、ロッテです。これはね、やっぱりね、前回の動画で言ったように、はい、古田が2年連続ヤクルト行くんだったら、うん、ロッテもやっぱ松中を2年連続で呼びたいよね、はい、うんうん、松中さんのその良さというのは、いや、やっぱりさ、最後の三冠王だよね、はい、それをやっぱり誰かに注入してほしい。それとやっぱり安田とか藤原とかまだ育ちきってないよね、はい、この中途半端にさせるっていうのが一番やっぱり松中に対しても安田藤原にしてもやっぱり嫌だと思うんだよ、はい、いや、良かれと思ってるんだったらもう一回やっぱり松中を呼んで鍛えてほしいなと思うよね、はい、うん、ここはじゃあ2年連続で松中さんでいいんじゃないかと、うんうん、さあ最後楽天です。楽天、はい、赤星、え、阪神の赤星さんですか。そう、あそこはね、やっぱ走塁言ってましたもん ね、うん、まあ、確かにね、走れる選手っていうのは少ないんだよ、はい、だけども、まあ、その走れる選手はいるんだけど使えないというかさ、うん、そういうもどかしさがあるし、はい、打つだけじゃなくてそういうことを兼ね備えてラインナップに入ってるとすごく点の取り方がもっと楽になると思うんだよね、うん、だからそういう意味ではその赤星が行って、はい、走塁面とかを教えるという。おー、いいですね。楽天に、まあ、今必要とされているものっていうことですもんね、と思うよ、課題として、うん、だからもうスペシャリストだしさ、はい、だからそういう話を聞くというね、うん、そういうことはいいのかなっていうふうに思うね。そうですね、
まあ、6チーム今日見てきましたけれども、うん、やっぱりなんといっても DeNA、うん、そうだよ、それしっくりしたしっくり、一番しっくり、高木という言葉が一番しっくりしたので、あのぜひね、これを見ている DeNA の関係者の方いち早く間に合うように。いや、俺も忙しいからニヤッとしたんですか。忙しいし、いや、もし豊さん臨時コーチ行くんであれば、必ずあの YouTube の動画をね、もちろんだよ、あの毎晩撮って、当たり前だよ、してください。撮らなかったらダメだよ。俺のポリシーは毎日動画を上げるというポリシーがあるんだから。そうですね、どんなにそこは守ってくれない、どんなに疲れてもですよ、豊さん。当たり前だよ、お前。ぜひ発信をしていただきたい。もうは初めに撮っておくよ、朝これから行ってきます。何ですか、その最初に撮ったちょっと腰が痛くてみたいな撮っとくよ、豊さんのね、はい、じゃあぜひちょっと豊さんね、まあまあ、でも臨時コーチっていうのはさ、うん、やっぱ一つの刺激にもなるしね。そうですね、だからまあ一昨年か、中日が立浪を呼んだ、はい、松中呼んだ、古田呼んだとかさ、まあ、そのやっぱ OB が持ってるいいものをこう伝えていくというね、後輩にね、やっぱ素敵な作業だと思うし、やっぱ機会があるんだったらね、俺が今こういう選手がいいんじゃないかっていうふうに、選手というかこういう人たちがいいんじゃないかって言ったけども、まあ他にもねいると思うから。いっぱいいるよ、そうですよね、はい、その中でね、じゃあ一体ね、本当この12チーム、はい、どの臨時コーチが来るのかというのもちょっと楽しみに。いや、古田しか決まってないでしょ。そうです、古田さんしか決まってないんですが、実際じゃあ誰が呼ばれるのかっていうところをね、キャンプで、まあそうだね、はい、楽しみに、はい、豊さんの姿も見られるのかどうか、乞うご期待です。はい。